アメリカ海軍が F-111B をキャンセルし、F-14 の開発に進んだのと反対に、アメリカ空軍は F-111A の実戦配備にまでこぎつけることに成功しました。F-111A は、それまでの戦闘機と比べて大型でどちらかというと、戦闘爆撃機のようなタイプの戦闘機で、その搭載能力といったら、20ミリバル艦砲のほか、爆弾など、最大で8172トン搭載可能でした。第二次世界大戦で日本を苦しめた B-29 の搭載能力が、最大で8から9トンほどでしたから、戦闘機であるはずの F-111A の搭載力の大きさがわかるというものです。F-111A の前にアメリカ空軍が採用した F-4 ファントム2も、やはり、双発複座の大型戦闘機で、我が国の航空自衛隊でも、つい最近まで、支援戦闘機、つまり戦闘爆撃機として使っていたほど、爆撃能力の高い戦闘機でした。F-111A を導入したアメリカ空軍は、早速、次の戦闘機開発に乗り出すことになりますが、F-111A の次に求めた戦闘機には、F-111A とは異なる、制空戦闘能力を重視した戦闘機でしたから、大幅な方針転換に踏み切ったことになります。この戦闘機こそが、後に、世界最強と言われるようになる F-15 イーグルですが、戦闘爆撃機のような大型戦闘機を望んでいたアメリカ空軍が、制空戦闘能力を重視した戦闘機を作ろうと思い立ったのはどうしてなのでしょうか。今回は、最強の制空戦闘機 F-15 を開発するに至ったきっかけについてお話しします。アメリカ空軍が戦後求め続けた戦闘機とは、まず、理解しておかなくてはならないのが、アメリカ空軍が第二次世界大戦後の戦闘機に求めていた能力についてです。第二次世界大戦後のアメリカ空軍が求めていた理想の戦闘機像は、戦闘爆撃機的な性格を持つ戦闘機でした。その背景にあったのが、アメリカ空軍の高速で飛行できるエンジン出力の大きな大型機に、強力で探知距離の長いレーダーを搭載し、長射低空対空ミサイルと組み合わせた強力な戦闘機を開発しようという設計思想です。このような強力な大型戦闘機であれば、搭載能力に余裕があります。この余裕を生かして爆撃能力を付与すれば、多用途性が得られ、作戦面で都合が良いと考えていたわけです。この戦闘機の開発思想に基づいて開発されたアメリカ空軍の戦闘機のラインナップは、非常に偏ったものになっていました。具体的には、戦闘爆撃機的な性格の F-100 スーパーセイバー、F-105 サンダーチーフ、F-4 ファントム2、迎撃戦闘機的な F-102 デルタダガー、F-104 スターファイター、F-106 デルタダーと、偵察戦闘機的な F-101 ブードゥーです。いずれの戦闘機にも共通して言えるのは、高い格闘戦能力を重視しない、すなわち、運動性を軽視した設計になっているという点です。このことが、後のベトナム戦争で、アメリカ空軍に、大きな災いとなって降り注ぐことになります。アメリカ空軍内部で高まってきた、制空戦闘機待望論。ベトナム戦争の前年1964年、F-111A の初号機が完成します。そして、アメリカ空軍は、早くも、F-111 初号機完成の翌年の1965年、F-111A に代わる戦闘機開発の検討を始めました。前述したように、それまでのアメリカ空軍では、戦闘爆撃機的な性格を有する大型の戦闘機の開発に積極的でしたが、格闘戦能力を重視した制空戦闘機の開発はあまり重要視されていませんでした。ところが、アメリカ空軍の一部には、空対空ミサイルに依存した空中戦のあり方や戦闘爆撃機的な性格を有する戦闘機を重視する思想に疑問を投げかける向きがあったのも事実です。このような考えを持つグループの影響も徐々に大きくなり、アメリカ空軍の次期戦闘機 FX の検討に反映されるようになりました。ベトナム戦争の衝撃。ベトナム戦争が始まった1965年頃のアメリカ空軍の戦闘機は、先にご説明した通り、爆撃能力も備えた戦闘爆撃機が主流で、格闘戦能力を重視した戦闘機ではありませんでした。ミサイル万能論で、遠距離から空対空ミサイルを撃ち合って勝敗を決する予定だったアメリカ空軍ですが、ベトナム戦争では、
困った事態に陥りました。というのも、戦争初期に遠距離からの空対空ミサイルの撃ち合いで味方撃ちが続出したことから、アメリカ空軍自身の方針で有志海外戦闘を交戦規定で禁止したのです。その上、当時の空対空ミサイルはミサイル自体の信頼性が低く、発射しても期待通りの命中率を上げることができませんでした。その結果、 F4 ファントム2のような大型で重いアメリカ空軍の戦闘機たちは、小型で軽快なベトナム空軍、つまりソビエト連邦製の戦闘機を相手に格闘戦闘を強いられることになりました。格闘戦ではベトナム空軍はアメリカ空軍相手に善戦し、ミグ21だけでなく、旧式ながらも運動性の高い、つまり格闘戦能力の高いミグ17戦闘機との空中戦にもアメリカ空軍は苦戦する羽目に陥ったのです。そして撃墜・非撃墜比率、つまりキルレシオが朝鮮戦争当時の10対1からなんと2から15対1にまで大幅な低下を示してしまったのです。この深刻な事態にアメリカ空軍は強い衝撃を受け、制空戦闘機の必要性と戦闘機パイロットに対するドッグファイト訓練の重要性を再認識させることになったのでした。ソビエト空軍戦闘機の脅威。一方、アメリカ軍の仮想敵でもあるソビエト空軍の戦闘機動向も制空戦闘機を望む声を後押しする結果となりました。1967年にソビエト連邦の首都モクスクの近郊のドモデドボ空港で開催されたドモデドボ航空ショーでの新型戦闘機が西側諸国に公開されます。この航空ショーで公開されたソビエト空軍の新型戦闘機はミグ23フロッカー、ミグ25フォックスバット、スホーイ15フラゴンなどです。ミグ25フォックスバットはなんとマッハ3近い高速性能を誇る迎撃戦闘機で、1972年頃から実戦配備が進められました。1976年に北海道の函館に亡命機が強行着陸したことで有名になりました。この亡命機の調査によってミグ25の能力が明らかになるわけですが、当時は知るすべもありません。なお、ミグ25フォックスバットのスペックは、最高速度は時速 3000km、 航続距離は 1250km で、空対空ミサイルを4発搭載しました。またスホーイ15フラゴンは1983年の大韓航空機撃墜事件で有名になったマッハ2クラスの迎撃戦闘機で、1964年頃から実戦配備が始まりました。生産機のほとんどがソビエト連邦防空軍に配備されました。スホーイ15のスペックは、最高速度は時速 2230km、 航続距離は1380km、 23ミリ機関砲1門、空対空ミサイルを4発装備しました。なお、後に開発されることになる F-15 イーグル戦闘機は、最高速度は時速 2655km、 航続距離は 4635km になります。最高速度こそミグ25フォックスバットに劣りますが、ミグ25、スホーイ15ともに航続距離が大変短いことがわかります。このことからも両機が迎撃戦闘機として開発されたことがわかりますが、ドモデドボ航空ショーで登場した当時、西側諸国はそのようなことは知る由もなく、マッハ3クラスの新型戦闘機の登場に恐れりついたのでした。こうした時代背景も、アメリカ空軍内部で次期戦闘機に戦闘爆撃機ではなく制空戦闘機を望む声を高めていくことになったのです。まとめ。今回は第二次世界大戦後に戦闘爆撃機を志向していたアメリカ空軍の姿勢が制空戦闘機を重視する姿勢に変化していくきっかけなどについてお話ししました。ベトナム戦争で受けた衝撃、ソビエト連邦の最新鋭戦闘機の脅威が制空戦闘機を望む声を高めていくことになりました。しかし、それでも当時の国防長官ロバート・S・マクナマラはアメリカ空軍の次期戦闘機 FX に対地攻撃能力を要求し、戦闘機を大型化させようとしました。けれども、アメリカ空軍は国防長官の方針を感受することなく、次期戦闘機 FX の検討をやり直すことで
国防長官の退任後の1968年に改めて格闘戦能力を重視した制空戦闘機の要求仕様をまとめることになり、これが後に世界最強の名前を得ることとなった F-15 イーグル戦闘機につながっていくのでした。最後まで見てくれてありがとうございます。あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。